マイケルちゃん、マイケルターペー、ちゃん、マイケルテ、ペちゃん、中国語名、ジョング・ディーペ。1972年2月22日体は、アメリカ合衆国ニュージャージー州放防県出身の元男子プロテニス選手。台湾系アメリカ人。右利き。バックハンドストロークは、両手打ち。シングルス自己最高ランキングは2位。グランドスラム優勝1回、準優勝3回。 ATP マスターズシリーズ優勝7回、テニスマスターズカップに7度出場し1995年に準優勝を果たした。男子シングルスグランドスラム最年少優勝記録保持者。アジアにルーツを持つ男子選手として唯一のグランドスラム優勝者。台湾系アメリカ人の選手で男子テニス選手としては、 身長175センチの小柄な体であるが、世界でも屈指のストロークプレイヤーであった。驚異的なフットワークと発想豊かなゲームメイキング力を持ち味とした。ATP ツアーでシングルス34勝を挙げた。現在、西堀系のコーチを務めている。1972年にニュージャージー州放望圏に生まれる。両親は共に、 台湾からの移民でアメリカで出会い結婚した。マイケルという名前は母親のベティが中華民国の外交官であった父、マイケルにとっては祖父の名前から取った。その後、一家はミネソタ州セントポールに転居。チャンがテニスを始めたのはこの時である。その後、同じくテニス選手であった兄のカールと共により恵まれたテニス環境を求めて、 カリフォルニ州のプラセンティアやエンシニタスに移った。1988年にプロ入り、第15シードで出場した1989年、全仏オープンで、エドアルド・マッソ、ピート・サンプラス、フランシスコ・ロイグを破り、4回戦では、世界ランキング1位で3度の全仏優勝業のある、イワン・レンドルを4から6、4から6、6から3、6から3、 6から3で破った。続く、準々決勝で、ロナルド・アジェノール、アンドレイ・ジェスのコフに勝利し決勝進出。決勝戦で、第3シードで、グランドスラム優勝3回のステファン・エドベリと対戦し、6から1、3から6、4から6、6から4、6から2のフルセットで破り、4大大会初優勝。17歳3ヶ月は、男子テニス4大大会を通しての最年少。 優勝記録である。なお、この時四回戦のイワンレンドル戦で見せたアンダーサーブは今でも語り草になっている。ちゃんとエドベリは1992年全米オープン準決勝で5時間26分のマラソンマッチを繰り広げたこともある。1995年全仏オープンでチャンは六年ぶり二度目の決勝進出を果たしたが、オーストリアのトーマス・ムスターに5から7、2から6、 4から6のストレートで完敗してしまう。1996年には2度の4大大会、準優勝があり、全豪オープン決勝ではボリスベッカーに、全米オープン決勝ではピートサンプラスに敗れた。トップスピンストロークを中心とするチャンのプレースタイルは、クレーコートとハードコートでは安定した強さを発揮したが、芝のウィンブルドン選手権は苦手で、 自己最高成績は1994年のベスト8である。日本でプレーした回数も多く、1993年セーラムオープンで日本で初めての優勝を飾り、1995年10月には成功スーパーテニスで最後のシングルス優勝者になっている。その決勝戦では当時18歳のマーク・フィリプーシスのスカットサーブを攻略した。 1989年には日清食品カップヌードルチャイナの CM キャラクターに起用された。チャンは2003年全米オープンを最後に31歳で現役を引退した。引退後は現役時代の1999年に設立したチャンファミリー財団を通じキリスト教に基づく事前事業を展開している。特にバスケットボールバレーボールテニスなどの クリスチャンスポーツリーグをワシントン州シアトルとカリフォルニア州オレンジ軍で展開している。2008年7月12日に国際テニス伝道入りを果たした。2008年10月に12歳年下の中国系アメリカ人テニス選手と結婚。2010年に第一子の長女が誕生している。2013年12月、西コリ系のコーチ陣に加入と発表。 驚異的なフットワークを生かしたストロークプレイヤー。ゲームメイキングにも優れ、パワフルなストローカーであるレンドルやアガシを翻弄、打ち勝つこともしばしばあった。パワーが劣ることが弱点。なお、キャリア後半には、ラケットやフォームを見直し、ファーストサーブは180キロ以上となるまで改善する、等、若干でもパワー不足を補う工夫を行っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。